内閣が検察幹部の役職定年を延長できるようにする検察庁法改正案に対し、SNS のツイッター上で9日から抗議のツイートが相次ぎ、10日午後時点で380万を超えた一般の人々に加え、俳優、作家、映画監督、 漫画家ミュージシャンら各界著名人も「シャープ検察庁法改正案」に抗議しますというハッシュタグをつけて続々投稿を前例のない大規模ネットデモの様相となった検察の独立性が脅かされる事態に国民の怒りが噴出した形だ投稿が380万件を上回るなどこれだけの反応があったのは日本では初めてだと思うこれは改正案だけではなく 複合的な要素がある森法省の答弁が二転三転するなど改正案問題はくすぶっていたがなぜ新型コロナウイルスの感染が拡大する今なのかなぜそれほど強引に急がねばならないのか。 といいう合理的なな説明がない政府によるコロナ対策の対応の遅さやまずさに対する国民の不満の高まりも背景にある今はコロナ対策に全力で対応してほしいという声が多く世論調査でも内閣支持率の低下とは別にコロナ対応への批判が大きいこれまで政治的な発言をしてこなかった著名人や芸能人などからも相次いで抗議が広がった。 これはダメだというリミッターを超え看過できないということだイデオロギーではなく権力に対する国民の反発が高まっているこの問題は現政権の急所になりかねない